はいどうもこんにちはこんばんは。ソーのスキンかっこいいけど正直あんまり使わない人は高評価。どうもトリフィーです。ということで今回はなんですけど、シーズン4に入ってねソーのスキンが来たと思うんですよ。でソーがね手にハンマー持ってるじゃないですか。なんだっけこれ、無条理にやってるの。なんか気持ち悪い名前してんな。すいません嘘です。まあ名前はまあ置いといてね、まあこのハンマーがあると思うんですよ。僕このハンマーねマップになんか落ちてるじゃん。ですごいなんかさ穴できたじゃん、そのハンマー落ちてきて。だからこのハンマーめっちゃ強いと思うんですよ。あんなでかい穴作るってことは石ピック武器レベル以上に強いと思うんですよね。なのでね僕今回このハンマーでねちょっと敵を倒したいなと思います。だってね、これ絶対強いから。絶対ミシック武器より強いから。もうね、これに気づいてしまった僕は最強ですよ。ということでね、僕まだね、ちょっとクエストとかクリアしなくて、このハンマー自体を持ってないので、まずはね、ちょっとクエストをクリアしてね、いきたいなと思います。ということで、やっていきましょう。お前、ダメねえ、ダメコントローラーさあ、ということでやっていきましょう。ということで、おー、もうこの揺れるの慣れないからやめてくれ。でっかい穴あるじゃないですか、ここに。ほら。ここ行って、じゃあまずはね、ムジョルニアをゲットしたいと思います。行きまーす。レッツゴー。だって、ここから見てもわかるくらいのあの大きさの穴を作っちゃうんだからね、このムジョルニア。やばいと思わない？普通に考えたら、ミシック武器より強い人。だってミシック武器あんな破壊力ないやん。ってことはもうミシック武器以上なんですよ。よし。ムジョルニアを手に入れます。さあ、行きます。さあ、ゲットしたぜ。おい、ムジョルニア、ムジョルニア、おい、ムジョルニアかい、ムジョルニア。おば、見てこれ。かっこよくないこれ。え、めっちゃかっこいいじゃん、これ。待って、やば、あそこに待って。ムジョルニア取りに来てるマンがいる。ムジョルニアはダメ、渡せない。待って、もう一人いる。もう一人いる。待って。お前、死ぬのじゃ、武器はずるいって。武器はずるいって。武器はずるいと思うよ。武器はずるいよ。待って、君ら、ちょっと待って。君ら、武器はずるいと思わないんだ。なんで？僕ね、気づきました。さっき使ってた僕のね、ムジョルニアってか、今使ってるこのムジョルニア弱いなと思ったんですよ。なんでかっていうと、ソーが覚醒しなきゃダメなんだね。ソーを覚醒させないと多分、このムジョルニアさんがね、もうなんか、ゲギョコブンブンまでで、なんかプンスカプンスカしてるんで、なんだ、もうソーを覚醒させます。まずは、ここ行きまーす。レッツゴー。てかね、このグライダーとか本当にかっこいいよな。このムジョルニア、この青くなってるムジョルニアが最強の状態だから、ムジョルニアの。よし、とりあえず1個、クエストクリアした。もういいや、死にます。はい。もう覚醒してない層以外、もう興味ないです。ゴミです、本当に。今までありゃーさあ、ということでね、なんか次はムジョルニアで敵にダメージ与えなきゃいけないんで、とりあえずもうバンバンってやっていきましょう。もうとりあえず、開幕敵についてきます。屋根上に降りるやつとかね、多分結構倒しやすいから、そういうやつ狙いでいきます。さあ、誰をロックオンしようか。あ、この、アイス、ムカつく。このアイス、ムカつくからこいつにしよう。あ、待って、やっぱこいつ、あい。待って、やめて。あと一発だ。よし、これ、クエストクリアした。しかも倒しちゃった。待って。やばい。もう体力ないって、やめてくれ。本当にやめて。おーさあ、ということでね、あと1個のクエストをクリアしてしまえば、僕はね、覚醒した層になれてしまうということで、どこだっけな、あと1個。あ、ここだ。ここ行ったらね、僕も最強になれるんですよ。もう最強になれるんで、覚醒するためにね、ちょっとここ行きたいと思います。やっとだよ。僕がついにやっと最強のムジョルニアを手に入れることができる。どうだ？え、待って、待ってね、何も起きない、なんで、え？待って、待って、え、元になんかある、雷の神、いきます、神になります。おー、やばい、かっこいい。お、すげえ、かっこいい、待って、すげえ。さあ、皆さん、僕はこれで神になりました。僕が持っているこのムジョルニア、最強です。このムジョルニア最強なんですけど、まあ、一応武器持っときましょうか。こいつの破壊力やばいけど、一応武器持っときましょう。ね、保険です、保険。死んじゃうの嫌なんでね、まあ、保険として持っておきます。これもう一回戻したらどうなんの？お、すげえ、戻れる！でもね、僕はこのね、層はいらない。この層なんだよ、やっぱり。このね、はい、雷の髪になった！そうですよ。もうこっちの層以外興味ないから。あのね、黒髪の方が、もう、ザコザコザコ。なんか敵いるんだけど、あそこ。待って。建築跡あるよ。しかも今できたばっかだから。え、結構近くいるんじゃない敵。あれ、ここ敵いなかった。なんで？いてくれよ。僕、このムジョルニアめっちゃ使いたいんだけど。痛い。ちょい待ち。やばい、こいつうまい。こいつうまいけど、やりまーす。はい、GG。もうね、そうなの、あ、やべ。
ムジョルニア使うの忘れちゃった。いやまあね、まだムジョルニアの時ではなかった。今はやっぱショットガンの時だね。やっぱムジョルニア使うタイミングってのもあるから、まあ仕方ないでしょ。ムジョルニアごめんね、次使うから、次使うからちょっと安心して。なんか敵二人いるね。やれどーん、オッケー。でもう一人います。まあ、こっちの武器やばい、こっちの武器やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って待って、こいつを閉じ込めて、こいつを、待って、こいつを閉じ込めて。うわ、待って、マジでいってる。はい、はい、よっしゃー、ムジョルニアの力です。これがムジョルニアの力です。皆さん見ました？ムジョルニア使えばあんなに簡単にね、敵を倒せてしまうと。まあ、ほとんどショットガンで倒したんですけど、最終的にはムジョルニアで倒したんで、まあ、ムジョルニアが最強ですよ。はい。さあ、もっとムジョルニアの力見せていくよ。さあ、見ーけた。待って、なんかめっちゃいない？なんか。まずはお前な、まずはお前な。待って、やばい、ムジョルニア、ムジョルニア。ムジョルニア、待って、やばい。ムジョルニア、よっしゃ。オッケー。ムジョルニアパワーよ、これが。なんかめっちゃ敵いるんだけど。やばい、僕、狙われすぎよ、やめて。ふっ、待ってくれ。よいしょ、59からの。やばい、編集が苦手だわ。おい、あ、やれちゃった。まあまあまあ、そういう時もありますよ。まあ、ムジョルニアじゃなくて、キルもやっぱり必要ですよね。やっぱりね、ちょっと疲れちゃうから、腕がね。おー、すごい戦った。あ、敵いた。待って、あいつワンチャンミシック武器持ってんじゃないのな、ここら辺で戦って。待って、ムジョルニア。ちょっと待って、もうムジョルニア。危ない、まずムジョルニア助けて。待って、ミスった。痛い、待って、本当にまずい。それはもう、それは本当にやばいって。危ない。え、やばい、痛い、痛すぎる問題。危ない。はい、頑張って、戦って。ちょっと僕は一旦やばいから、ちょっと頑張って。もうちょっと、もうこれで行くしかない。なんか使い方間違えた。もう最悪。待って。アンチがやばい。もうやばい、本当にやばい。あ、やばい、これアンチ死ぬって。待って、アンチ死ぬ。待って、しかも資材もない。これまずすぎる。本当にやばい。ちょっと待って、やばい、マジやばい。あ、やばい。あー。さあ、ということでね、ちょっと僕もっとムジョルニア使いたいんですよ。もっとムジョルニアでキルしたいんで、エンドゾーン来ました。はい、もうこのエンドゾーンだったら、このムジョルニアのパワーがもうね、最大限になんか発揮できるような気がしないこともないので、エンドゾーンでムジョルニアをちょっと使ってね、暴れていきます。まずは変身しましょうか。変身！あ、なに、キャンセルしちゃったよ。変身！あ。はい、もう勝った。よし、やっていくよ。もうマジで。ほんとに。ムジョルニアあるからね、もう。しかも僕今覚醒してるから。もう最強よ。まあその前に、まあ AR 撃つんですけどね。まあムジョルニア撃つ前に、まあ、やっぱりこうやってね、銃撃って、まあウォーミングアップしとかないとって感じなんですよね。ほんとに。わかります？はい、横ちゃんと見とかないと危ないよ。はい。僕そこ行こうかな。ムジョルニアでキルしたいから僕そこ行こうかな。はい、はい、こっち側におそらくいる気がするんだよね。はい、もうワンパン、待って、ちょっと待って、ワンパン。はい、ムジョルニア。はい、これがムジョルニアのパワーです。はい、これがムジョルニアのパワーです。はい、はい、これがムジョルニアのパワーです。はい、あ、これはショットガンのパワーですけど、今ムジョルニアのおかげで倒せました。はい、多分そうです。はい、なのでとりあえずデカポ飲んでおきましょうか。ちょっと邪魔しるするな、バカ。お前めっちゃ邪魔されてますね。ちょっとやばいです、本当に。待って、本当にお前、それは、お前、変態、やめろ、変態だもん。お前ら本当にやめた方がいい。それ
そういうの本当に良くない、そういうの本当に良くない、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 危ない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 。